始まりました。 S オーナーの M スクールというわけで、今回から2期生のカブちゃん、よろしくお願いします。2期生になります、カブトムシゆかりです。お邪魔します、校長。そう、校長だと忘れてた。というわけで、はい、見たことないかもしれないんですけど、はい、この番組、見ました、はい、下ネタ番組ではありません。あの、一応私が校長先生ということで、あの、新人育成番組的な感じなんで、新人でもないけど、いや、でも、もともとパチンコ畑だからね、だったので、はい、拾った最近なので、本当にで、まあ、育成しつつ、毎回採点をしていって6回の収録で平均点75点以上になれば卒業できると。卒業したくないですけども、でもやっぱり高得点は欲しい気持ちも複雑な気持ちですね。で、まあ75点を下回った場合は留年ということで、はいはい、またさらに半年続きます。あれですか、あの、卒業っていうか、この番組に出ると結婚できるみたいなジンクスありますか？もしかしたら前回の生徒があの言葉退社してますので、はい、なんかちょっと女としてもこう磨かれるかもしれない。あ、こっち早いですね。ですね、先に大学ことぶし大使じゃない。大学卒業してます。はい、はい、ちょっと目指して頑張ります。それもちょっと、はい、あるかもしれない。目指しつつちょっとあやかりたいと思います。あ、そしたらなんかいろんな女性ライター、結婚した女性ライターが、そうですね、来たいってなるかもしれないですけど。まあ、あの、まだ行って滞在してもらっていいですか？はい、成長できるまでは。そうですね、入学したいと思います。スロットの方も、はい、一人前になれるように頑張ります。ビシビシ行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、はい、抽選引きましたよね。はい、番号何番ですか？あれ、ちょっとここもあれですか、審査対象ですか？そんな大丈夫ですか？これはただの運なんです。はい、はい、私は117番です。63でございます。ちょっとダブルスコアついちゃいましたけど。あ、本当だ。まあでもすごいダイス多いんで、はい、スロットだけで500あ何台あるんで、まあ、選べるとは思います。この番号なら、はい、ね、何を打つんでしょうかね。何打ちましょうか。他のお客さんが何を打つんでしょうかね。初めて来たでしょう。そうですね、初めて来て、はい、大概初めて来るんだけど、この番組の時知らない機種がいっぱいあるって言ってたじゃん。そうですね、むしろあのハーデスしか打ったことないかもしれない。ジャグラー打ったことあるんですか？ジャグラー打ったことあります。ジャグラーと花火は、はい、花火はあの玉矢が光っちゃいます。いいんだよ、光ったって。光る前にやめなければいい。あ、やめなければいい。まあまあ、じゃあちょっとこの後人の流れを見て入ってみましょうか。はい、あの、なるべく初回なんで近くで打ちたいかなとちょっと思ってるんですけど、はい、よろしくお願いします。どういう打ち方するか校長じきじきに、はい、いろいろ伝授していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ早速打ちてまいりましょう。はい、おお。どこにみんな行くんだろう。あ、絆結構空いてぞ。これどっかに集中して、どこ行ったんだろう。あ、余裕っぽいな、ハーデス。お邪魔します。空いてるよ。あ、本当ですか。こっちにもあるのかな。あ、だから絆も、あ、こっちにもあるだね。あ、いいですね。もう私あっちにもあってこっちにもあるんだけど、あ、どっちにもあるんですね。角に、角に、はい、あれ、誰か打ってる。あ、本当だ。なんか嫌ですね。確かになんでやめたんだろうね。なんで12回で。確かにさっきこれ誰か朝一撮ってたわ。ちょっと違かったんですかね。12回転で分かるもんなんですか。分かんない分かんない。じゃあこれにします。はい、じゃあここです。怖いなあ。あれ怖いな。あ、やっとトイレ行けるわ。ちょっとトイレ行ってくるから。はい、というわけで実践スタートします。はい、私も実践スタートします。はい、ハーデスで1枚目いきます。はい、校長と並びで。カブちゃんがスロット打ってる姿初めて見るわ。あ、本当ですか。意外となんか見よう見まねです。最近なんか人差し指で打つより親指で打つ方が楽なんだなっていうのを知ったくらいです。ここってこと、はい、
あ、ここなると疲れるよね。そうなんですよ、ひと月指とこれ私12回誰か回してるんですよ、うん、12回で分からない、分からないですよね。なんで12回でやめたんだろうっていう、あの何が何が起きたんだろうって。多分なんか天国臭い出目とか出てないからとかじゃないの。そんな出ませんからね。リセットしたところで天国行く確率なんてめちゃくちゃ低いですから。そこにかけてる人がいたんですね。そうですよね。当たりたいな、勝ちたいですよね、収録とはいえ。勝ちたいよ。線はでも回しちゃう、私なんかもう移動とかができないんですよ、あんまり朝座っちゃうと。そうで、やめた台見に行く派ですか。見ない。あ、見ないですよね。私も見たくないからずっと打っちゃうんですよ。なんでだろうな、帰るまで。あれ、キナラさんで当たったかも。あれ当たったかも。おお、キナラさんでスルーしたね、どうせ当たらないと思ったから。おお、キナラさんで当たったってこと。結構6でも 10% ぐらいだよね。めっちゃ薄い。めっちゃいいじゃないですか。どうしたんだろう。 やっぱりお祓いの効果さすが校長。ちょっとお手本は見せてもらったんで。いやでも犬だけは。ほらほら。いやでも犬が吠えますよ。見て、最初から左ナビ終わってる。これリプレイバカここで引くんだよ。でも50は俺見て。何も出た。全部リプレイだよ。いやもうメダル欲しいです。すごくないですか。15万円全部リプレイなんですけど、私5ゲームリプレイ増えないですか。増えません。せめてちょっと15万欲しかった。最低のやつ来ました。わー、50、60、喜んで。まあでもここはここでゴッド引くのが水瀬さんですから。あーいつものやつ。持ってきてないの、メモ帳。メモ帳持ってきてない。あ、サイン。メモ帳にメモしとくな。え、の、え、よかった。犬一匹分、犬一匹分来た。2回当たったのと一緒で。いやもうなんか、キナラ3連は毎日外しすぎてスルーしてたの。いや、4連は確定ですか。そう。絶対当たると思わなかったから。でも6でも 10% ってなったらスルーしちゃいますよね。なんか演出来たらでいいやみたいな。そうだよ。来たらジャッジメント来ました。で、年長が10ゲームしかないから確か。だからざわつき始めるのが早いから、あ、で当たってこなと思った、はい、でも最近はもっぱらハーデスですか。もうなくなるまではこの辺メインで、うん、あ、まあ、もともとメインだけど、いろいろ手つけたけどね、しっくりくる台がなかなかなくて。あ、そのハーデス以降。そうハーデスじゃないと何打つんですか。普段外線。あ、外線。外線外線か、まあ番長3かな。北斗もちょっと打ったけど、ちょっと私には無理だったかな。でも北海道で水瀬さんと一緒に来店した時に、 あのバーサス打ってる水瀬さんは声かけちゃいけない感じでした。ガチすぎて、あのなんか水瀬さんのファンの人になんかすいませんって言われて、水瀬さんに写真撮ってもらいたいんですけどって言われて、ああ、いいんじゃないですかって言ったら、いやちょっと僕声かけられなくてって言ってて、で見に行って一緒に、ただ、いやちょっと私も嘘でしょ、私は無理なんで。なんかその最後なんか多分5、6万使ってて、水瀬さんがバーサスでどう打ってどうにかしようみたいな時だったんです。どうにかしようって、あ、もうこれ以上負債を、そうですね、抑えようとしてて、その人結局声かけたのかわからないまま終わっちゃいましたけど、そこで放流しちゃいました。あとはちょっと私自分の台戻るんで頑張ってくださいみたいな。私怒ってもいないのに怒ってると思われるし、話しかけられないとかみんなに言われて。水瀬さんはでも喋ったらめっちゃ優しかったです。喋んなかったら怖いってことで、なんかそのイメージのままみんな来てるから。だから多分初めの声がけは多分気合いいるんですよね。そんなことないのに、無視とかしないよ。私初めましてが名古屋の居酒屋だったんで。あ、そうだそうだ、もう酔っ払った。よかったです。お互いが酔っ払ってる状態。お互いが酔っ払ってる状態。いいな、この番組出ると結婚できるジンクス。まだしなくていいでしょ。
やでも専任者は24でご結婚されましたよまあまあね、それは彼女が望んだことだからいいですけど、お金稼ごうよ。ああ大事ですね、せっかくフリーになったんでそうだよ、そうだよ、事務所にも持ってかれる必要ないんだから。いやなんか請求書書いててすごい幸せな気持ちになってます大丈夫かなって思ってこれが幸せってなんか私もそれぐらいしか幸せに感じることないから大丈夫だって請求書書いて美味しいご飯食べるっていうこと で、ワイン飲んでワイン飲んで265枚か、100ゲームで少ないな、ちょっと何も起きません、50のおただけ。いやでも昨日収録あったんですけど、パチンコの明日水瀬さんとの収録だから持ち玉っていうか軍資金作りたいなって思ったら2万4000発出ました。よかった、よかった、なんか思ったことが実行されてるね、はい、でも超思ったことは8万使えるって思っちゃってるんですよねダメだよ、使ったら昨日出た分のちょっと狂ってるけど大丈夫出たり入ったり最高負け額っていくらくらいなんですか。私13万くらいかな。13万は使ったことない。でも5号機になってから1回も、はい、むしろ負けられないですかね、13万も。負けようと、これとか打てたら負けるんじゃない、1日中とか。1日中、うん、天井前でしてるみたいな。そうボランティア最後天井前でそういうボランティアやりたいですけど。やりたいのあ、おー、映像入った。黄色か、いけないかな。頑張ってください。これ、これ出て、これ。あ何も落ちないね。最後、電波内でお願いだからあ、ダメだ。テンパんない方がいいんです。テンパんないと次続くのは継続。あ、ちょっといいですね、やっぱり豆知識を得れる、やっぱりなんかさりげない知識って意外となんかあの動画とかでもいろんな人の動画見たりするんですけど、分かる前提でコメントオープン多いじゃないですか。初歩的な質問が今できるっていうのがすごい嬉しいです。あ、そっか多分なんかハーデスの当たり前をまだあんまり知らないんで。あー押した、よかった、入るだけ入りました。394、強気なのか変更なのかわからない。昨日55ゲームやめた。いや、欲しいなのですが、あ、青か、青だもんな。たまには当たる、たま、あー頑張って。あ、黄色なった、黄色なった、うん、あー、ここまで来たら当たって、おー、当たった、やれました。おヘルさん、あ、よかった、言った通りになってよかったです私のワンコはどうでしょう。ワンコじゃないかもよ、今日は。ワンコじゃないかもしれないですね。うわーい、出て。でもできるよ、カブちゃんは飼いならしてたから。ワンコは飼いなら、トップブリーダー行きます。トップブリーダーあれ、初めての50はあるかもしれない。あ、あるね、あるよ、それ。ありますよね、この、それやばい、この感じ。吠えない、吠えないですね。うわー、それ50じゃね。あ、50だ。あ、初めての50でした。私の影響を受けちゃったな。初めての50。おお、この寂しい50逆に拍手だ。初めてだから。初めての50でした。いや、これが毎回続いたら死ぬんですよ。ヘルソンで当たってよかった。あ、ステージ真ん中。50ってすぐですね。ちょっと引きたい。あ、150枚取れました。50ゲーム。あら、なんだよ最後に期待させて。
途中ギャップ151枚、まだ良かったです。3枚は3枚はあった。いや、いや、よく本当に、あー、お先にヘルゾーンが青でした。あー、でも7がいらっしゃる。とはいえ、続きますね、青ですけど、ね、毎回続くね。とはいえ、追加投資しないと間に合う。いやー、あー当たった、うまっ当たりました。いや、ギリギリ追加投資しなくてよかった1万6000円ですね、130ゲームでヘルトーンで来ました。よかった、青で。ワンコ、まあね、ワンコ。あら、ちょっと今日のワンコやばいね、全部左からじゃん。ちょっと今日のワンコ、あー、吠えた吠えた。告知早っ30ゲーム、いや、ワンコを吠えてくれた。70ですね、とはいえ70ですが、ワンコ吠えてくれました。ちょっと番長が出てるのかどうか見に行こう。人があれだけ集まってたってことは接点入ってるってことなんじゃないかと思うけど、あら、人が減っているおー、あの台天井か、朝からきついの。まあね、旗から見てく設定が分かる台じゃないからな、これ、こいつ。だから、いきなりハマっでも朝一リセットしてたらあまり関係ないんでね。今日の1回目が170でしょ、2回目が244、タッチ当たりは早いでしょ。初回を無視したとしても244で当たってるわけです。で、連チャンもしてるから最初からループ率高かった可能性もあるし、これ打ちましょうか。ちょっとあのハーデスはもう無理です、設定なさそうなのに打ってらんないんです。じゃあなんか荷物コインを置いていきますか。2000円くらい使っちゃいますよね。終わった、70ゲームで204枚です。はい、さあ始まりました、はい、SM 相談室ということで、はい、 SM 相談室、はい、ミニコーナーです恒例のコーナーです。恒例の皆さんもかなり期待されてて、はい、あら、やだ、すごい あれですね、重要な重要なコーナーなんです。はい、まあ、あの、知らないと思うので一応説明しますけれども、はい、このコーナーは視聴者の方から質問を募って、その質問に対して私たちがお答えするという、はい、本当にお悩みを相談してくる方多いんで。あ、ガチなやつですか。まあ、基本的に全部下の相談が多いんですけれども、下のガチな相談それをガチです、本当のガチな相談に対して私たちが答えるというコーナーなんですが、今回あの2期生のカブちゃんだって初めてということ で、はい、まだ質問を受け付けてなかったので。あ、そっか、そうですよね、はい、あのスタッフの方から、はい、カブちゃんに対する質問がたくさんあるということで。 あらら、すいません、ありがとうございます。お願いしたいと思います。お願いします。じゃあまずあの簡単な自己紹介から。はい、自己紹介ですか。
虫の国からこんにちは、カブトムシゆかりですっていうのを昔やってました。手とかあった？いや、やってなかったんです。そうなんですよ、昔は全力でできてたんですけどもうあの羽生えててやってました。マムシが好きで、虫を、過去最多300匹飼っていて、300匹飼ってたっていうので頑張ってタレント業をやってたんですけど、疲れちゃいましたねブリーディングもしてたんじゃないの？ブリードやってました。養殖して売ったりとかして、それで不動産やりながら養殖でカブトムシ売ってたらスカウトされたみたいな感じです。どこでスカウトされるんですか？あのブログでスカウトされるんですよ。あ、メッセージが届くんですよ。なんかオスカー、あのオスカーの仲介のスカウトマンみたいな人がいるんですけど、その人がって言って、虫さんみたいな、虫ちゃんやりませんかみたいな、あ、虫好きですって言って、写真とか出してたの、ブログに出してました。顔出して育ててますみたいなのやってたら、ちょっと新しい、すごいね、そういうスカウトあるの？そうなんですよ。だからなんか急に入っちゃった世界ではありました。そんな私です。好きな食べ物とか好きな食べ物は、そんなこと好きな食べ物はあれです、炙り縁側、塩で食べるとか塩レモンで食べるのが好きで、お寿司ね、お寿司美味しいですよね、本当に。初体験っていつですか？初体験ですか？いきなり、そうですね、普通に答えるね。15歳ですかねこれはもう親も知ってる？親知らないです。親見てないよね？親じゃんば、たまになんかニコ生とか見てる時あるんで気まずい時あります。でもプレミアムなんで多分大丈夫ですかね。なんかよくあのニコ生でファーストキスの話してて、私ファーストキス王様ゲームだったんですよ、それを話をしてたらお母さんが見ててあんたファーストキス王様ゲームなのみたいな死ぬほど気まずかったっていうのがあるので、見てないといいんですけどね。結構チェックするタイプなんですよ、いろんなの登録したりとか。あ、そうなんだ、はい、じゃあお金払い出すかもよ、ここに。いや、多分もう今見てるかもしれないですね。一応お母さんには23歳っていうことになってるんで。8歳も違うよちょっとね、気まずいですね。確かに。15歳のその初体験って、どんな感じでしょう？林田くん名前出しちゃうのね、林田くん。はい、同じ学校の、はい、どこで林田くんでしたね。あのタマプラーザってタマプラーザのどこ？あ、家です、家です、路上じゃん家で、その彼の家彼の家です。誰も親とかいなかった？親はあのいたんですけど、家が大きくって結構お金持ちのとこの子で、もう家にいてもすごい離れてる感じでしたね結構何でも答えてくれるんですね。なんか使われるか使われないかよくわからないんですけど、はい、これは使われるタイプのやつ。使われるタイプですね、基本的には。多分大丈夫だと思います。大丈夫ですか？はい、もう林田くんも子供を産んでまして、インスタで見たら。あ、本当？はい、あの目黒の不動産屋の子と結婚してました。あ、お金持ち同士で結婚した。なんかあの社員とあ、そうなんだ、社員さんと。え、みなせ、その初体験何歳ですか私遅いんですよ、意外と。あ、そうなんです。私17です。あ、遅くないですよ、全然。え、遅くない？あの見た目でさ、あ、ギャル、あのギャルなのに少女だったんだ。確かにすっごいギャルの写真見ました。めっちゃ焼いてた、超ガングロギャルなのに。いや、でも少女いや、一番いいやつじゃないですか。そうなんですよ、遅いんです。いいですね、黒ギャルの少女。黒ギャルの少女なんか DVD ありそうですけど。ありそう黒ギャルの少女ちなみに経験人数とかって？経験人数はね、もう覚えてないです覚えてないよね、覚えてないよ。いや、覚えてますよ、覚えてますけど。覚えてるの？生々しくないですか、経験人数は。大体の桁は3桁、はい、いや、3桁いってない3桁いってないですね、3桁いってないですよ。え、でもその半分、3桁の半分ですか？あの3桁に突入する数字の半分ぐらいはいってるよね。3桁に、あ、そ、50人ですか？言ってないです。そう、あら、だから予想がそんなやりまんに見えました生きてて50人とやることそんななくないですか？あれ覚えてなくない？え、覚えてない何人かわからないと。1桁ではないです。私もそういうとこ1桁じゃないです。何人か、でも数えたらちょっとあれですよね。数えられない、覚えてない年取って覚えてないえ、それ19歳の時そんなの目撃したの？19歳の時、でもなんか
すとは思わなかったです。そうでしょ。聞こえるように他の友達と、この間何々さんの家でさ、なんか女物のパンツ落ちててみたいな。でも、していい人と人がいると思うんですよ。なんか、はいいと思うんですよ。もいいと思うんですよ。いけないと。あそれでは私、番長3を実践します。まだ投資1万6000なんでね、あの新規人でもどうにかなるかなと。番長打つと久しぶりだな。ほとんどハーデスしか打ってないっすよ。あ、商店街行った。乗りよか。特訓行かないのね。これベル引けるかな。無理。弁当引くか、ベル引くか。何も引けませんでしたわ。どうせ弁当だろう。ほら、あ、違う。おお、これは対決レーン行ってるくせ。なんかあれでベルって当たってる時しか見たことないからですね。当たってるっていうか、まあ、対決が、あ、ですね、本前兆ですね、これね。では3000ですね。というわけで254ゲーム。よーし、移動してよかった。あー、演出出ろ。あ、来た来た、さっき。こういう時にベル引けるんだよね、メンコとか選ばれた時に対して。ウラーか。いいです。単発だー、これ。あ、そんなことはなかった。ということは、これまた、高設定の可能性近づいてきます。ストックさせてないのに連チャンしましたから、 25% クリアしたとは思えない。いつも単発だから 50% 以上選ばれてるかもしれない。うーん、岩尾来てもらっていいですか。岩尾じゃなきゃ確実。キャッチー。相撲以外、相撲ね。何を引いたんだ、弁当でしょ。よし、あ、来た。ええ、ただのベル。弁当じゃないと外れてる。 T シャツなんだけど、ほらね、なぜあの音を出すかっていういつも思う。あんな派手な音出して外れんなよって。やばいな。もし 50% いけたとしてももうきついよ。あ、もうきついなこれ。あ、やっぱこれ 50% 以上あるでしょ、さすがに2連3連目いくってことは。あ、チャンスメイター。
対決いきなりしましたね。いやあー勝てないね対決が。15まで行ってほしかったんだよな。あなんかレアやつですね。弁当か。1ゲーム後にしろよ。さすがにきついんじゃないかこれは。223枚ね。3連、まあ、25% だった可能性もあるけど、まあ、50% とかあったんじゃないですかね、これ。まあ、でも400までは無心で打ちます。ヘルゾーン使っちゃったらどうしようかな。でもやっぱ潔くこう見切ってパンチを当ててる水瀬さんを見たら見切りの速さも大事です。キナナも、キナキナマも別にでした。でもこれちょっと打ち出した私また800まで目指してそれでなんか多分4万になってでもなんか当たんなくてでじゃあ天井でって犬来てとかなるからやっぱ早めの見切りが大事なのかな。あっあっ入ったよかった。あーおいやーちょっと今のところ減るぞ私2分の2ですよ。ここなテンパっちゃったらダメってみんなさ言ってましたよね。おお継続ヘルゾーンが強い。いやでも黄色だからまだ分かんないです。いやあいえあれ分かんないな。どうしちゃったの。いよラスト。あこれ3回目あります。あ なかったです。どうしようやめようかな。やめようかな。もうちょっと打ってやめようかな。そのもうちょっとがなんかズルズルしちゃうんだよな。なんだかな。おはやめ時わからない問題。右上がり。いやもうちょっと打ちます。いやもう全然当たっていいくらい。あおヘルゾーンやったらしいヘルゾーンまた来ました。ああチャンス。おお来た当たった。よかった行きまーす。よかった、投資がですね2万8000円までいっちゃいましたけども2万8000円で485ゲーム。まあまあいきました投資。あれ水瀬さん何枚出たんですか。私、200 200何枚で200何枚でも移動は成功です、ね、そう3000。いやどうしようこれでもうちょっとここにかけます。このハーデスいきます。あメダルなかった意気込んでレバー押したメダル入ってないよくあるよくありますか。はい、ワンコ。いや、最後の犬はできる犬です。よし、20点。
おお、吠えた、犬よ、吠えた。30まで来た。あ、30ゲームです。いやー、90ゲームでした。あ、ワンコ、こっから行きます。船って、あ、一番下だ。いや、10ゲームかなんか今一瞬100に見えたんですよね。でも嬉しいですが、あ、うわ、何ゲームでしょう。いや、あ、10ゲーム10ゲーム、ほい、10ゲームの308枚です。わー、ちょっともうそろそろもう一丁やりたいですね。もう一丁、もう一丁ください。でもな、別にハマってはないんですよね。ヘルゾーンで当てるからですか。ヘルゾーンで当たっちゃうからあれなんですかね。ちょっと偵察です。ちょっと番長は自信でもね、投資金額的に今から新規に行かない方がいいかもね。恐ろしいです。2万8000円です。私も今2万7000円だわ。わお、ただこれ設定ありそうな感じがあるから売ってるけど、もうちょい粘りますか。あ、これチャンス1回しか入ってないだけだ。え、なんでだろう。79ゲームでチャンス1回来てやめちゃってます。これにしようかな、うん、あれにします。ティッシュを置く。ちょっとおしゃれな置物がなかったんで移動します。お昼ご飯何食べんだろうね。何食べんの。カレーかパスタ。何かパスタ。あれ、カレーか、カレー、カレーってココイチ。ココイチあんの。嘘、ココイチ来た。よししてね。あ、パンダ注意出た。たまに外れんだな、あれ本店長だと思いきや。ここですか。誰出てくるの。よしよしよし。番長バドミントン。おー、中対決出る。真面目にやんな。手加減なし。あ、最後はベリフォーいけるけど、頼むよ、そこ行こう、こう、おいおいおい、いらない。あ、あ、あ、お、あ、さっきのがシェリーで、これがベルか。なんだよ、さあもう一回トップに行きましょう。いや、この台まあはまんないですね。最初が15から17のゾーンでしょ。で、
次対決練行ったんだよな、確か。まあ、ART コーナー無視して、その後も今15のゾーン。で、ART、上乗せしてないのに3連したと。全然6の可能性ありますよ。で、弁当からの降格以降も見てる限りだといいです。あら、全長だ。対決面してんのか。いや、通常 BB で頼む。対決割れた。あー、じゃあまた対決面2回目ですね。もう行ってましたね。もういいよ、メンコは。ノリオだけにしてくれ、メンコは。あー、まだ対決が続いてんの。ノリオとかでしょ。そうだね。もうなんでこんな無理なやつしか出してこないのかな。あ、 C だよ C。 どうよ。おう、あの C で決まったんだね。出る C で。まさかあそこで当たると思わない。2万9000です、投手。いや、台はきっといい台ですよ。いい台だけれども。伸ばしたいですね、この FT は。あ、全長。なるほど。15回目。さあ、これ勝たないと単発だぞ。あ、あっち強対決来ました。うわ、やべ。でもベルは引かないとよ。よしよし、よーし。赤赤赤、青。単発は免れました。ということは最初からあれ、これ2個以上だよね。あれ違ったっけ。今ではただの確定だっけ。覚え、わかんない。どっちだっけ。2個以上だよね。だから久しぶりに忘れてるだから最初から、まあ、25% クリアしてたのか、こう、コーループなのかってとこですよね。ますます高設定の匂いがするよ、この場。あ、さらに上が、あ、おおいいですね。ここでね、うまいこといつも勝てないんだよね。ノリオか、もうまだないようにしてくれて。どうやって勝つの、こういうの。ああ、残ってますからね。次の対決絶対勝つぞ。よし、勝った。
プレーしか弾けないし、一人弾いてもね、めんこじゃ無理なんだよね。あ、でも赤くなってる。珍しい。青ですね。負けるなよお前。ちょっと何何、ここで次回ボブ。うわー、でもいつ来るんだこれ、怖い。ちょっと近く、あっこう合わせたりとかするタイプだったので、私結構評価が大変だったんですけど、あの方のファッション好きなんですけど、ね、あ、本当ですか、はい、たまにとんでもない時ありますね。お願いします。告白する時も、あーデートの時も、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ